主演ドラマ「A LIFE2 愛しき人」の続編制作が難航している。課題「A LIFE2」を想定しているが、肝心のヒロイン役が決まらないという。前作で木村は壇上記念病院の心臓外科医の沖田和光を演じていた。沖田と壇上記念病院の跡取り娘の美冬竹内優子は元恋人同士。美冬の夫の総代浅野忠信は嫉妬に狂うのですが、脳腫瘍の手術を共同執刀したことで和解し、沖田は以前働いていたアメリカへ帰っていったのです。しかし同ドラマで沖田には美冬ではない別なロマンスも生まれた。オペナースの柴田由紀、木村文乃との仲だ。柴田は沖田の悩みを理解して助言し、精神的な支えとなった。沖田が渡米する際には一緒に行くことを誘うと、まだやり残したことあるのでと恋愛感情を抑えて壇上記念病院に残る選択をした。この柴田を日本に残したことが続編の伏線でした。相思相愛のまま2人を離れ離れにすることで、次への興味をつなぐ脚本にできます。沖田と柴田の恋愛の方がクリーンで盛り上がると読んだのです。原案もすでに完成しつつある。壇上記念病院に勤める外科医の井川壮太、松山健一が修行のために他の病院へ転籍し、井川は意中の柴田を誘う。柴田は最初こそ断るが、未熟な井川が心配になり、柴田も転籍することとなった。こういった設定だ。柴田は甘えん坊で大病院の後継者である井川に全然興味を持っていません。ただひたすら心配になり、しぶしぶながら一緒に行くというストーリーなのです。そこで偶然の運命が訪れる。新しい病院では心臓外科の新部長として沖田を呼ぶことになりました。同病院には沖田の手術の腕を知っている人間が多く、沖田を招聘する運びになるのです。そこで柴田と劇的な再会を果たすわけです。前作は壮大に愛人の弁護士七尾がいて、一方で美冬も愛しているという設定だった。それに比べ続作はシンプルで、恋愛ドラマとしても期待できるという。問題は木村文乃が木村拓哉と共演したがっていないことです。文乃は今年すでにドラマ2作品に出演し、年内さらにもう1本出る予定で、来年1月期の出演作も決まっています。 CM でも好感度が高く、今は引く手あまたの状況です。そのため視聴率を持っておらず、イメージの悪い木村の恋人役を嫌がっているのです。ダブル木村で売り出したいのですが、文乃が出なければ続作が成立しないのです。キムタクなし文乃ありで練り直し。これでも視聴率は取れるのではないか。浅野忠信やぞ。浅野はドラマはダメだな。めちゃくちゃ下手だった。なぜか手術シーンだけは棒がゆえにうまかったが、サイレンスではいい演技だったな。作品の質に演技の質も比例するっていう役者。またビーズが主題歌やるんだろうな。キムタクと稲葉が仲良いし、単に忙しいだけじゃねえの。続編作るほど人気ないやん。木村氏の今度のことを思うのなら、主役格を引っ張り込んで主役木村拓哉に引導を渡してやった方がいい。キムタク叩くために文乃使うなよ。浅野が出ないとこのドラマは続編する意味がない。木村拓哉を別の木村に変えろという話でしょ。キムタク抜きでも成立する。キムタクが出なけりゃスムーズにいくんじゃね。美冬は死んでいる。葬式にみんな顔を合わす。次のヒロインが重病を発症。沖田がまた日本に戻ってきて、井川の病院でなぜか専門外の手術を請け負う。その間に出演者の周辺がバタバタと病気になる。ちんたら沖田は手術を行う。最終回でヒロインを救う。とりあえず木村がまた違う病院へっていう感じでいいんでないの。草薙のセニの戦争の木村文乃すごい良かった。ジュリーに目をつけられたんだろうな。あれ以来ジャニ御用達になってしまった。違うよ。第一線級の女優にことごとく断られて木村文乃しかいなかったんだよ。キムタクなし文乃ありで練り直し。これでも視聴率は取れるのではないか。賛成だよ。いいドラマになるわ。竹内死んでキムタクはまたシアトルに戻って、木村もついてって、マサオで新たに病院立て直しする話ならどうだ。やらないっていうなら別の女優に差し替えちゃダメなのかな。木村文乃が出る出ないがそれほど重要だとは思えないんだけどな。